世の中どちらもそうです。男も女も悪い奴が寄ってこないように気をつけて暮らしていきましょう。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日はこのチャンネルで一番人気のコーナーです。今日も当初からリクエストが多かった人ですね。男女の殺人事件の犯人の比率でいうと、だいたい男性 75%、女性 25% くらいのはずなんですが、このコーナーでは結構男女いい具合に半分半分くらいで紹介していってますよね。今日は木島かなえになります。首都圏連続不審死事件、またの名を婚活連続殺人事件と呼ばれています。火曜サスペンス劇場のような事件名がついてますね。ということで本日はコメント読みからこの事件の簡単な説明、木島かなえの感想学という流れで話していきますね。今日も流れは分かっているんでそこら辺は大丈夫という方は本編まで動画を飛ばしていただくようお願いします。皆さんのコメントをもとに動画を作成しておりますが、規約に反する動画はアップできません。 Twitter では主に簡単な風水、このチャンネルのお知らせなど、 Instagram では軽めの相談、質問などをストーリーで受け付けております。TikTok では芸能人有名人を感想学で見て考察しており、クラブハウスではアーカイブに残せない YouTube ではできない裏話を生配信します。どれもフォローしていただけるとありがたいです。 LINE スタンプ、ケンケンショップ、姓名判断サイトもよろしくお願いします。ではせっかくですので多くいただいてたコメントの中から5名様を選んで読まさせていただきます。コメント1、めめちゃんさん、木島かなえもお願いします。コメント2、あくびちゃんあくびちゃんさん、あ先生木島かなえもお願いします。コメント3、プリンセスオブモセイさん、木島かなえにすごく興味があります。コメント4、おいしいおにぎりさん、木島かなえについてお願いします。コメント5、 YN さん、ケンケンさんは木島かなえを感想学でどのように見るのか興味があります。以上5名の皆様、また同じリクエストをしていただいてた皆様、ありがとうございます。結構大人気でして、すごい数のコメントが寄せられていました。木島さん刑務所で大喜びでしょう。それでは本日の項目です。項目1、首都圏連続不審死事件について。項目2、木島かなえを感想学で見る。項目3、なぜこんなにモテるのかの3項目で話していきます。よろしくお願いします。項目1、首都圏連続不審死事件についてです。首都圏連続不審死事件は2007年から2009年にかけて発生した連続不審死事件で、婚活を利用した事件であることから婚活殺人事件とも呼ばれております。事件は2009年8月6日、埼玉県富士見市の月決め駐車場内にあった車内において会社員男性の遺体が発見されたことから始まります。死因は練炭による一酸化炭素中毒であったものの、自殺にしては不審点が多かったことから埼玉県検察の捜査が始まりました。その結果、男性は住所不定無職の木島かなえと交際していたことが分かり、捜査していくにつれて木島かなえには他にも多数の愛人がおり、その愛人の何人かも不審死を遂げていることが発覚しました。埼玉県警は木島かなえが結婚を装った詐欺を行っていたと断定し、9月25日に木島かなえを詐欺の容疑で逮捕しました。2010年1月までに木島かなえは7度に及ぶ詐欺などの容疑で再逮捕されています。警察は詐欺と不審死の関連について慎重に捜査を継続し、2月22日に木島かなえは殺人罪で起訴されました。窃盗罪や詐欺罪などですでに起訴されており、合わせて6度目の起訴となり、10月29日には東京都青梅市の当時53歳の男性を自殺に見せかけて殺害したとして警視庁に再逮捕されました。木島かなえが関わった事件を見ていきますと、松戸市70歳男性不審死事件、2007年8月、千葉県松戸市の自営業の男性が自宅の風呂場で原因不明の死亡。木島かなえに貢いだ金額は約7400万円と言われています。青梅市の53歳男性不審死事件、2009年1月30日から1月31日に東京都青梅市の会社員男性が死亡。2月4日に発見。死因は一酸化中毒死でした。死亡直前に銀行口座から木島かなえに貢いだ金額は計1700万円振り込まれています。野田市の80歳男性不審死事件。2009年5月15日に千葉県野田市の男性が自宅で死亡し、自宅から出火して全焼。遺体近くの和室には練炭数個が置かれており、死因は一酸化炭素中毒死です。この男性の父親は著名な画家で、木島かなえは家の絵を盗んで高価な値段で売っていたそうです。さらに死亡直後に木島かなえは男性の銀行口座から約190万円を引き出しています。千代田区の41歳男性不審死事件、2009年8月6日に東京都千代田区の会社員男性が埼玉県富士見市の駐車場に停めたレンタカー内で死亡。
死因は一酸化炭素中毒です。木島かなえは男性に対して結婚する気があると装って約470万円を受け取っていました。この他にも木島かなえは関東地方在住の2名の男性の不審死、静岡県の40代男性から合計130万円を騙し取る、長野県の50代男性から約190万円を騙し取る、静岡県の40代男性の財布から5万円を盗む、50代男性から百数十万円を騙し取ろうとする、東京都41歳男性から400数十万円を騙し取る、長野県50代後半男性から約140万を騙し取ろうとする、埼玉県の30代後半男性から約70万円を騙し取ろうとする、など多くの男性が被害に遭っているんです。木島かなえの第一審の刑事裁判は埼玉地方裁判所において約100日間にわたる長期裁判となりました。検察側は状況証拠の積み重ねで木島かなえの犯行を十分立証できると強調し、弁護側は練炭などは被害者から譲ってくれと頼まれて木島かなえが渡したものであり、被害者の死は別れ話が原因の自殺や事故死であったとして殺人罪の無罪を主張しました。埼玉地方裁判所は検察側の主張を全面的に認め、木島かなえに対し求刑通り死刑を言い渡しますが、木島かなえは即日控訴しました。控訴審では東京高等裁判所も第一審の死刑判決を支持し、2014年3月12日に木島かなえ側の控訴を棄却する判決を言い渡しますが、木島かなえ側はこれを不服として即日最高裁判所に上告します。最高裁判所は殺害は計画的で極めて悪質、被告人は不合理な弁解で反省の態度を全く示しておらず、死刑はやむを得ないとして木島かなえの上告を棄却する判決を言い渡し、死刑が確定となりました。これにより木島は戦後15人目の女性死刑囚となり、同時に史上初の第一審裁判員裁判による女性死刑囚にもなりましたという事件でした。では次の項目に移りましょう。項目2、木島かなえを感想枠で見るです。こちらもいつも通りフラットに見なければいけません。面相の部分は死刑囚だからといって先入観が入っていたりすると感覚が狂います。また面相はモニター越しで静止画を見るんで、毎回話す通り通常あった場合の角度7、8割くらいとお考えください。調べていくと他に木島に関する情報もあったんで、それは面相を見た後組み合わせて人間像を出しましょう。その根拠要因の積み重ねが感想額ですんで、またこれは全て僕の推定での解析ですんで 100% 正解かどうかは分かりませんので、この仮面のおっさんはこんな風に見てるんだなくらいで捉えておいてください。それでは僕はワイプに移動します。はい、これが木島かなえなんですが、名前は有名な割にネットにいい画像が落ちてなくてちょっと悲しかったです。せっかくだからもう一枚貼っておきますか。別にドランクドラゴンのスカッちゃんの写真貼ってても視聴者さんに気づかれない気もしますが、まあ一応この画像でいきましょう。はい、これは典型的な女老僧のタイプの一つです。数種類あるんですが結構わかりやすい系の面相なんです。それと人を殺したりするのは別の話ですからね。女老僧というのはお金のために体を売って生活する人に多い面相で、ちょっと昔風に言うならば体を塞ぐ、春を塞ぐってことですね。このタイプは太っている顔が可愛くないタイプの女老僧で、女性なので眉は少し整えたりしていると思いますが、おそらくは濃い眉、塞がった目、目と目の間の三根が広く、鼻がめちゃくちゃ大きく、かつ鼻の穴が正面から見えるタイプ、そして口元が緩い、さらには頬が垂れており顎もたるんでいますね。この要因プラスガミーフェイスだったらさらに角度が高まりますが、木島かなえはそこはなさそうですね。性欲と物欲が非常に強い、だらしないタイプです。別にね、面相をそこまで見れる人間でなくても、この顔面を見てだらしないかきっちりしているかといえばだらしないとみんな言うでしょう。だらしないにもいろいろなケースがありますが、この系統のだらしなさは性と金です。要するに我慢ができないんですよ。ついでに言うと、もちろん食欲も絶対にそうです。これは顔だけでなく全体的に見ても太っているのでわかるでしょう。故にまず容姿で見るのであれば、非常に低層観念が緩く自分に甘い女性、体を売って生活していると見ます。この木島かなえはかなり特徴的ですんで、モニター越しでもすぐにわかるレベルです。悪人感想学の動画を何本も作ってきましたが、ここまでの宣伝であったら1秒でわかるタイプの女性です。もちろん女老僧の人間が100人中100人体を売っているわけではありませんが、このケースが非常に多いということです。あとは嘘つきと盗癖はセットであることも多いです。一度別の動画で小沢蓮という人のリクエストを受けましたが、あの人が分かりにくかったのに比べて木島かなえは最も分かりやすいタイプですね。
ここが感想枠の面白いところで、すぐに分かってしまう人となかなか分かりにくい人がいるんですよね。やっぱり面相顔のパーツの読み取り以上に太っているというのが読みやすさにもプラスしてくれる場合もあります。太ってて面相が見にくくなる場合もありますが、この場合は分かりやすくしてくれています。面相の読み取りと彼女の他の情報を重ねて人間像をより絞っていくのが感想枠です。ネットで仕入れた情報ではありますが、一応見てみましょう。木島かなえの生い立ちを見ていきましょう。木島かなえの家柄はどちらかというと裕福な家庭で、子供の時にピアノを習っていて、地元のコンクールに出場するほどの腕前だったそうです。東洋大学への進学を機に東京へ上京しますが、大学は中退してしまい、その後はピアノ講師や訪問ヘルパーなどの仕事で生計を立てていくようになります。ここまで見ると木島かなえはとてもしっかりした人生を歩んでいるように思いますが、木島かなえは首都圏連続不審死事件以外にも多くの犯罪歴があるんです。1999年1月化粧品の万引き、2000年3月本の万引き、2001年4月現金窃盗、2003年3月ネットオークション詐欺をしています。ここら辺でやはり女郎層の特徴がきちんと生きてきていますね。やっぱり人間には傾向や習性というものがあるんです。ピアノ講師にヘルパーと、確かに給料の高い仕事ではありませんでしたが、果たして本当に詐欺や万引きを働かなければ暮らせないような生活だったんでしょうか。逮捕した後にも2018年1月木島かなえが3度目となる獄中結婚をしました。そして2019年4月になると、その相手が週刊新潮デスク X 氏であるということを週刊文春が報道しています。そこで皆さんの疑問を最後の項目で話しますね。項目3、なぜこんなにモテるのかです。ここを疑問で皆さんが僕に聞いてくれるんだと思うんです。木島かなえをプライベートでも今でもよく聞かれます。木島かなえが正直綺麗な容姿をしているならばわかる。なぜそんな綺麗でもないし、むしろ太っててブスな方なのに男性は引っかかるのかです。これは非常に簡単です。実は男性の結婚詐欺師も一緒です。ほとんどこういった犯罪を犯す人間のターゲットは9割以上がモテない相手を選びます。男性が結婚詐欺師の場合は、木島かなえのようなフォルムでなくイケメンのケースも多々ありますが、狙うのは無論モテない人。当たり前のことですよね。モテる男はたくさんの女性を自分で選べる立場にあります。しかしモテない男はほとんどが彼女がいない、嫁がいない状態で、モテたことが人生でないんで、女性に対する免疫がなく、女性詐欺師からするとめちゃくちゃイージーモードで落とせるんです。赤子の手をひねるようなもんですね。しかもこれくらいの女性が実はちょうどいいんです。いくらモテない男でも、この容姿の女性だったらひょっとして本当に惚れてくれているのかもと勘違いします。これが逆に相手の女性が沢尻エリカ、リンチーリン、ジゼル・ブンチンが迫ってきた場合、明らかに何か別のものを狙われているでしょう。それゆえこういった犯罪、まずターゲットにするのはモテない男。さらに言うならば、性格は内気でおとなしいタイプが狙い目です。モテなくても積極的なタイプは案外ガンガン攻めることで、偶然女性を落としたり、キャバクラ風俗に行っていたら少しでも女性に対する免疫はできているんです。でも奥手で恥ずかしがり屋の男性は、そういった店には行きたくても行けない人が結構いるんです。そうすると女性詐欺師からすれば好都合で、モテない上にそういうお店で浪費していないので、お金もきっちりと持っているんで、より狙い目なんですね。この法則を使えば、容姿がどんな女性であろうと結構簡単に行かれます。もちろんここまでひどい殺人事件になることはありませんが、キャバクラやクラブでも全然可愛くない子でも、めちゃくちゃ金持ちのおじさんを捕まえて悠々自適に暮らしているのもマジでよくあるケースなんです。僕の少し知っている女性でも、なんでこの子がっていうくらいの容姿の子がすっごい富豪を捕まえて、えぐいくらいの援助をしてもらっていて、最初その富豪に会わせてもらった時も良いおじさんでしたが、想像通りの気の弱い奥手な優しい人でした。お金は凄まじく持っているんですが、自分からガンガン行くタイプでないんで、その女性に狙われたんでしょう。もちろん木島かなえのように人を殺す段階まで行くことは稀な例でしょうが、この綺麗でもないのに男をハマらせてお金を取るという手法自体は、ぶっちゃけそんなに珍しいことでもありません。本当にまああるあるですね。というわけで、モテない男性はより注意した方がいいですね。世の中どちらもそうです。男も女も悪い奴が寄ってこないように気をつけて暮らしていきましょう。と、本日は悪人感想学木島かなえをやってみました。
こんな感想学のリクエストから人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。